いいよ。じゃあ、もう待ってる待ってる。好きなタイプ。はい、こんにちは、インフィニティブログです。今日はですね、このフードザックの、メニューボードを作っていきたいと思います。で、ちょっとノコギリがちょっとないんで今からホームセンター行ってちょっと電動ノコギリみたいなのを借りていきたいと思います。レディーゴー。はい、それではですね、ちょっと電動工具を、借りてきたんで今からメニューボードを作っていきたいと思います。で、一応仕込み場所こんな感じです。ここに、キッチンで、冷蔵庫、まあ、これ中古でちょっと買ってきたんだけどね。で、ここにシンクで、トイレがあって、で、ここがね、作業スペースになっております。それではレディーゴー。I could really use a change of scenery、yeah. Everybody smoking all the greenery、yeah. Close the matches they were handed down to me But I'm still fly, I know I'm still fly, let's go It could all be worse, I could be a hater like you It could all be worse Close to make demands, but that poison's gonna kill you グラインダーで切ったらこんな感じですね。めっちゃいいやん。なんか思ったよりちょっと、あ、でもサラサラしてる。
こっちよりかは形がガタガタやけど、こっちはもうサラサラだね。いいやん。え、結構いいよ。いいやん。結構形になってきました。お、いいんじゃない？え、いいよね、これ。うん。あとはもう削るだけやな。お、いいやん。いいよな。いいね。いいじゃん。デブいなー。だぜー。多分普通のサーフィン、サーフィンのボードよりもあれやな。太いな。絶対サーフィンできないとこに。メニューボードとしては、あ、メニューボードとしては優秀。横にしたらいいわ、確かに。誰にも乗れると思うね、これ。ちょっとね、この前ね、すごいプリンター買っちゃったんですけど、ちょっと見てください。てれーん。このプリントキューブっていうやつなんですけど、ちょっと見てな。で、ここを押すとこう緑に点滅して横にスライドすると、おい、ジーズス。で、これをどこに使っていくかっていうと、パッケージのここにプリントしていくんですよ。で、一応ここに、僕らのロゴがあるんですけど、それを一回ちょっと使っていってプリントしていきたいと思います。で、まずここを押して、で、塗りタイプのこうかな、ここにスライドしていったら、ほら、見えるか、見えねえか。あ、これか、これ、これ、こんな感じで、ちょっと真ん中ずれちゃったんだけど、こんな感じで塗っていけるんですよ。プリントしていけるんですよね。これ最高じゃん。で、これ全部こういうパッケージに、ね、こういうロゴとか、あとはマーリコってここに入って、でお客様に出していくんですよ、っていう感じです。はい、さて、今からですね、ちょっとペイントを買ってきたんで、これがチョークボードペイントで、これを先に、カラーペイント塗って下地を作って、ボードがなんていうの、チョークで描けるようにこのペイントで塗っていきたいと思います。レディーゴー。それでは今から、下地の黒の、ペイントを塗っていきたいと思います。Back door.
乾いてきたんで、次チョークペイント塗っていきたいと思います。レディーゴー。これで隠れるかどうか。これ完成。まあさっきの黒よりはね、結構濃い黒なんで、多分いい感じに仕上がると思います。でここから 2,3 時間乾かしていきたいと思います。看板を、トラックに取り付けるため、ちょっとフックを今つけてるんですよ。トラックのね、看板を完成したいんで、これからご紹介したいと思います。それではこちら、ドーン。見てください、この手作り感、ね、これね、チョークで描いてるんですよ。チョークで塗ってるんで、で絵とかもね、僕絵心ないんで、相方の方がね、絵心あるんで、これ描いてもらったんですよ。一個一個ね、描いて、まあこう見たらチキン、ポーク、ビーンで、こっちはね、まあ、季節限定で出すみたいな感じで、でこっちでカスタマイズ、だからアボカドとか入れてハラペーニョみたいな、まあ人気なのはね、アボカドチーズなんですけど、でプラスでドリンクね、これ自家製ドリンク、パインオレンジで、コーラとハイニケン、でそれをセットで、こんな感じでセットメニューが下にございますっていう感じでね、もう3日間、いや4日間かな、4日間、もう一からボードから買って、この形にして、やっと完成したんですよ。で、ね、もしフーザック、我々のフーザック、来た際にはこれが見れるんで、もしよかったら来てください。どうでしたか、今回の動画は。もしよかったら高評価お願いします。で一応僕らの、インスタアカウント、マリコのインスタアカウントが、まあ、こちらに多分ございます。で僕のインスタアカウントはこちらですね。でもしよかったらチャンネル登録お願いします。これから頑張っていくんで、よろしくお願いします。バイ。Everybody could make a wrong turn. You waver and slip and you get burned.